都会会議ヤングサンデー。ヤングサンデーヨネです。エイス、武田です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、ビートルズ大学第6弾、ラバーソウルとしまして、前回まで、昨日はジョンをやったんですけど、今回ポール・マッカートニー、ポール・マッカートニーが、もう一回好きになってくれるような動画を目指して今回はやっていこうと思います。そう、僕のことは嫌いになってもポールのことは好きになってくださいっていう動画を、ね、今回はテーマとしてやっていこうと思います。なんであっちゃんしてんはい、というわけで1曲目ドライブマイカーなんですけど、この曲はですね、ポール・マッカートニーがすごい黒人音楽、スタックスって昔レーベルがありまして、まあ、有名なとこだとね、オーディス・レディングっていうミュージシャンが参加したんですけど、うんうんうん、オーディス・レディングっていうと、パー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 、タララタタラタってやつですね、うんうん。こういったなんかリフ中心のなんか黒人音楽をやってるサックスがありましてね、うん、で、そういったところが影響を受けてまして、ドライブ・マイ・カー。で、このドライブ・マイ・カーというのはまずリフがありまして、うん、これ完全にオーティス・レディングっていう人の曲のサックスのミュージシャンのリスペクトって曲のベースに引っ張ってきてまして、うん、あ、こういったどこからもやっぱスタックスの影響、黒人音楽やりたいんだなって思います。結局ラバーソウルってのが、うん、プラスチックソウル、黒人の人たちが要はなんだろう、イギリスからどん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 ソウルミュージックをやるミュージシャンがどんどんアメリカにどんどん侵入してくるとか、侵食してくると、侵食してきて、アメリカのチャートを重なっちゃう、うん。そういったことに、ジェームス・ブラウンさん、JB さんが切れて、うん、あいつらの白人音楽は、まがいもののソウルだ、プラスチックソウルだって言って、ぶち切れたことがありまして、うん、でそれを皮肉って、ラバーソウルつけたんですけど、でまあ、そういったテーマとちょっと被りつつもね、まあ、このイントロはすごいんですよね。裏から、ワン、ツー、スっていう、こういうなんかね、変則なフレーズが入るんですけど、うん、こっからね、タタタタタこうなんかね、むちゃくちゃなリズ、拍感が入るんですよね、うん、なんかビートルズが、なんか今まではコードで遊んでたけどリズムでも遊び始めたってこの時期なのかなって、うん、遊びまくりだな、うん、遊びまくり、まあ、ベースもいいですね、こういうなんか、今までのポールになかったちょっとね、動いて躍動する感じがね、出てきてるんですよね、この曲が。ああ、ドライブ、ドライブ・マイ・カー。ドライブ・マイ・カーですね。ああ、なるほどね。で、また詩の内容も素晴らしくて、ポール・マッカートニーって実は、ミュージシャンじゃなかったら、うん、なんだろう、小説家になりたかったらしくて。え？ストーリーものの小説をやりたかったらしいんだよね。ああ、なるほど、うん、で。そういったことも踏まえて、まあ、ちょっとドライブ・マイ・カーの使用ができますね、うん。彼女に尋ねたんだ。君は何になりたいのか、うん、ベイベー、わからない。私は有名になりたいの。スクリーンのスターになりたいんだって。うん、で、だけど、男のあんたでもできることがあるよって、うん。ベイベー、私の運転手にしてあげるって。私がスターになったら、私あなたを運転手にしてあげるって。で、ついでに愛してあげてもいいわって言って。で、主人公の男は、いいぞ。見通しが明るくなってきたって言って。彼女も言うんだって言って。アクセが働くのも悪くないけど、もっといい暮らしをしたいと思わないって。俺はいい暮らしができるんだっていうことで、ワクワクする主人公の男ですね、うん。主人公の男は、それならもう運転手だったらすぐできるよって言って。うん、今すぐやるぜって。うん、そしたらその彼女に言うんですね。ちょっと待って待って。断っとくけど、実は私、まだ車も持ってないんだって。これから、スターを目指すところなんだよって言って、始まるみたいな。ちょっとオチをつけるみたいな。まあ、大したものではないんですけど、ポール・マッカートニーがね、この同時ぐらいにシングルで、ペッパーバックライターって曲を出すんですよ。うん、あれも要は、小説家として、いっぱい書き溜めてるんで、うん、僕を小説家にしてくださいよって売り込む歌詞なんですよ。そういった感じで、ポールが、なんだろう、自分のやりたい、小説家っていう目を音楽に乗せ始めてきてるのかなっていうのが。それなかったんだ。小説的な、そのストーリー的なものを
歌の歌詞の中に載せちゃうっていう文化はなかったの、それまで。まあ、チャックベリーさんがやったかなっていうのがあるんですけど、うん、ここまでちょっと落語的なオチっぽいなんかがあるの、はい、初めてなのかなっていうのが気がしますね。なるほどね。まあ、もしかしたらいたかもしれないんだけど、まあ、でもポールがやったってことはなかなか面白いなっていうのが。確かに。今までポールは詩はおまけみたいな感じだったんで、そうなんですよ。初音ミクの音楽ってこんな感じだよね、詩の世界。そうだね、なんか。ある程度キャラクターがある程度みんな立ってて、まあ、ミクってキャラクター使ってるからなんだけど、ちょっとノルウェーの森とはちょっと違うね。あれもストーリー調だけど。ノルウェーの森の方がなんだろう。やっぱジョン感、やっぱ春樹感が強いんだよね。なんか偶話感すごいよね。ドライブ・マイ・カーはなんか映画が狙えそう、なんだろう、実写映像できそうな感じですよね、なんか。エンタメ小説ですね。うん、あれだよね、ジョンは純文学だもんね、もはや。ポール・マッカートニーは小説家になりたいって言っても、そこまでなんだろう。やっぱエンタメやりたいんでしょうね、彼は。で、続きま、で、まあ、で、まあ、皆さん、お待たせしました。ポール・マッカートニーのお目を返上しましょう、ここで。お、はい、頼みますよ。実はですね、ポール・マッカートニーのこの頃ね、ジェーン・アッシャーっていう、まあ、女優さんとお付き合いしてたんですね。あら、おう、おめでとう。だけどね、この時期に彼女とジェーン・アッシャーとうまくいかなくなってきたらしくて、なんか話を聞くところと、なんかミック・ジャガーがなんか、そのジェーン・アッシャーと、ミック・ジャガーっていうのはローリング・ソンズのボーカルなんですけど、ミック・ジャガーがそのジェーン・アッシャーとポールが一緒にいるとこを見たときに、そのレストランにいて、ポールは窓を開けるんだけど、すぐ、レストランの窓を開けるんだけど、ジェーンはそれをすぐ閉めて、で、ポールはまたそれをすぐ開けて、ジェーンはまた閉めるっていうなんかね、それを繰り返して、とても、ちょっと当時の状況はとてもあんまり良くなさそうだったねってこと言ってて、子供の喧嘩みたいな。で、この時ポールもそのジェーンとあんまりうまくいってなかったんだってこと言ってましたね。で、まあ遊音と趣味ってこれ When I call you are このポールのベースこうどこまで行くんやって指が疲れるぞーってぐらいの、本当にね、もうすごい、あ、いい心地いいベースなんですけどね、曲も明るくていいんですけどね、あの歌詞の内容はね、いくら電話をかけても話中、もうたくさんだ、子供じみてるよ、やっとの思いで見つけた大切な時間がみんな無駄になってしまった、このままじゃ頭をおかしくなりそうだ、君が会ってくれないと、なぜそんなに逃げ回るんだろう。僕はもう手も足も出ないよ。どっかに行っちまいたい。今更言いたいこともない。それでもやっぱり離れられないんだ。なのに君は会ってくれない。僕に会ってくれないんだね。君はちっとも僕の話を聞こうとしない。君がどういうふうな気持ちが分かれば、僕もやりようはいろいろあったのになって。ほんの数日の間、ずいぶん悲しい思いをした。君を失ったのがもう何年の前のようなことだ。そう、君がいなくなってから時間が経つのやけに遅い。これじゃとても やっていけないよ。君が会ってくれなきゃ。僕に会いたくないんだね。あれ？ん？なんか、ジョンっぽくなってきてますね、なんか。なんかあれだよね、ひもて感増してきたよね、どうした？なんかいいよね、なんか、自分の私生活がうまくいかなくなったら、ちゃんとさっきの作風に出てしまうっていうのがね。正直。かわいい部分でもあるんだけど。かわいいね、そうだね、なんか、だから前回までのあのアナザーガールと、本当に、視点が変わりましたね、なんか、女性に対する。前回やってた時はその女優さんと付き合ってたんだ。やってましたね。うまくいった時でしょう、多分。ああ、だからだね、だから全能感があるんだね、あの時の。なんかそのジェーン・アッシャーが言ってたんですけど、まだちょっとこれまだポールのちょっと悪評につながっちゃうんですけど、結構あのポールはそのしっかりと婚約するまで、他の女性と会うことは別にあんまりいいんじゃないかなっていう考えがあったらしくて、なんかよくジェーンが海外旅行に行って帰ってくると、ポールが他の女性といるところに遭遇してしまったりだとか、そうだったみたいで、結構そこら辺ポール君は結構気迫な部分があってまあそういう人はねいますよ、結構ね。そうなんですよ。でも結婚したらちゃんとやるって言ってんだよね、自分で。そうそうそう、そこはちゃんと、あの人家庭人なんで、なんだかんだ。
じゃあいいんじゃない、うん、それまでは自由にさせてくれよっていうことでしょ、うん、結婚したらちゃんとやるからさって言ってんでしょ、うん、そういいじゃない、そうわかりました、うん、昨今の男からすると非常に好感が持てますわ、うん、ああはい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 、なんて言ったって今はもうあの大不倫時代ですから、うん、それに比べたらポールは男だよ、うんうん、あポールそういうこと聞かないな、確かに不倫は、うんうん、いいじゃん、なんかあのジェーン・アッシャーと結構破局したんですけど、うん、あので次に付き合ったリンダ・マッカートニーさんっていう写真家の人と結婚するんですけど、うん、なんかすごくもうでそのリンダ・マッカートニーさんには前の旦那さんの連れ子がいて、うん、おすごいポールとの仲が良くて、あのあれじゃないですか、あのマッカートニーってブランドがあるじゃないですか、なんだっけな、ヘザー・マッカートニーじゃない、なんかありますよね、ステラ・マッカートニーか、あはいはいはい、うん、あれはあのリンダさんとポールの子供が建てたブランドじゃないですか、確か、へー、なんかすごく、うん、ポールがスタジオに子供連れてきたりとかして、なんかすごくなんか海外ツアーとかでも、日本に来た時でも子供連れてきたりしてるんで。パパじゃん、ちゃんと。そう。ちゃんと、あの、お父さんやるよっていうの、あの、連れ子だとしても、ちゃんとお父さんやるよっていうのがね、すごく好感持てますよね。うん、男だね。うん。うん。ジョンはそういうことがあんまりないんですよね。そう。え、すごいちゃんとした人じゃん、じゃあ。そうですよ。なんだよ、なんか、ね、前回聞いてたら、なんなんだこいつと思ったけど、うん、あの人音楽のことになると、うん、おかしくなるだけで、うん、他のところはすごいまじあのなんだろう一般知識があるんだよね、おなんか噂によるとなんかポールの娘さんが、うん、そのポール・マッカートニーは今でギターを弾いてるらしいんですよ、うん、プライベートでは、うんうん、そのお父さんがテレビなんかそのお父さんを足気にしてますみたいななんかそれぐらい本当に、あ悲しいパパな一面があるんだね、ちゃんとね選ぶったとこないらしくてね、なるほど、人格者なんだね、実はね、そうですね、うん、あのジョン、この頃はあのジョンがあれですね、あの最初の奥さんとの子供ジュリアンとも仲が悪かったんですよ、うん、あの要はあのジョンってのはやっぱ母を求めてるんで、うん、子供に構ってる余裕なんかないんですよ。アズナブルがアズナブルがいるよ。だからそのジュリアン、そのジョンの息子は、うん、あの僕の思い出の写真には、うん、お父さんよりもポールの写真が多いって言ってて、ああなるほど、なんかこういうところも女の人が好きなんだろう、好きな理由の一つなんだろうね、うん、家庭人のところも、うん、まあ、というわけで次はあの一人ぼっちのあいつっていう曲で、まあ、これはジョンの曲なんですけど、うん、ポールのベースにちょっと焦点を当てていきたいのがもう、うん、ポールがここからね、うん、ポール・マッカートニーっていうのは歌うベースと言われてるんですよ、もうベースラインを歌ってる、うん、歌うベース、うん、あの、うん、こっちで歌うのはベースラインを歌ってるんですよ、この「ノーヤーマン」って曲が、うん、まあ、コード進行はこういう、うん、っていうのがあったらまあなんか、うん、こんな感じやりたいけど、ポールさんはもうそんなね、アマチュアしませんよ、もうすごいベースラインすごい、もうね、グルービー実はグルービー、いや、俺の印象ね、うん、俺のベースの印象って下からこうやって支えてるイメージ、うんうん、そういうギターとかが歌ってるのをこうやって下から支えてるイメージなんだけど、支えてませんよね、自分も一緒に踊ってますよね、もうリードベースですね、リードベースすっげえな、でこういう曲ではジョンはもうバッキングに徹するんですよ、だからそうやってまあポールは考えてわかんないけど、うん、ジョンがかっちりとしたリズムを弾ける人なんで、うん、こういったポールがこういう動きをしても成立したアンサンブルになってしまうっていうのはね、うん、あ
あとリンゴスターがそこまでドラムでわーって派手なことやらないので、うん、そういう意味でバランスを取れてる。ポールが暴れても、うん、あくまでポールがアクセントになるだけで、うん、フォアスを支えて、だからなんだろう、逆だよね。ベースを他の人たち演奏を支えてるみたいな。ベースメインなのじゃあ、もはや。そう、なんか、この時らへんからだと、あの、他の楽器をまず取って、ベースを最後にし、あの、録音するっていう手法やってるらしいですね。ベースを遊びたいからってことで。マジか。だって、今、画面見てても指がうるさかったもん。うん、これね、じゃポール・マカーネンこれを歌いながら弾いてるんですよ。これ3歳のコラスなんで。うん、あ、そっか。左の山、シチンギンヒツの山。これ、軽々やってるんですよ。マジ？ちょっと待って、技術力すごくない？すごい。うん、ちょこれ生演奏でやってますからね。すごいんだ。すげえな。すーげえ。だってラバーソウルのとこまではまだライブやってたんだもんね。さっきそう言ってたもんね。ノーヤマンライブでやってますもん。すごくないそれ。おい、ポールのベースは素晴らしい曲で、まあ、ミッシェルっていう曲があるんですけど、うんうん、もうミッシェルといったら、いまだにポールがもうレパートリーにしてるぐらいの感じの、うん、まあ、スタンダードナンバーなんですけど、うん、まあ、イントロはこういう、っていうまあ感じなんですけど、これイントロですね。でも、今の聞いた感じだと、音がどんどん、こうベース行きたいじゃないですか。うん。そのベースですか、こうしますよ。うん。ポールはやらないんですよ。これに対して、うん。こういう音から始まるんですよ。うん。このベースラインがね。みたいな。こうじゃないのみたいな。うん、で、行けば一番気持ちよさそうに、うん、これをね、合わせて弾くと、うん、すごく気持ちよく聞こえるんですけど、こんなこと難しいんでできないんですけど、うん、ぜひ着目して聞いてほしいです。このイントロで、うん、ベースが全然そのギターの動きと全然違うことやってるぞって、それで気持ちよく聞かせる。これはね、ちょっとね、次元は違うね、なんかもう音楽家として。なるほど。おそらくなんだけど、これの Love you, I love you, I love you, I don't know what you say, I don't say we won't need it, I know what you understand って言われるんですけど、say we won't know what you understand、 ちょっとそのメロディーをちょっと歌ってるのかなと思ったんですけど、うん、実はそこから引っ張ってそれとイントロつなげてしまう、このアイデアの素晴らしさ、うん、こういうところがビートルズの今ね語られる、あの、うん、いまだに聞いても発見がある場所ですね。あと、これコーラスしてるんですけど、完全に不協和音でハモってるんですよ。え、うん、あの、これは、あの、和音上でなると、あの、うん、ちゃんと音楽を勉強してる絶対音感のある人だったら、このコーラスがすごい気持ち悪いって言うんですよ。うん。だからそれでもちゃんと響きとして成立させてしまってる。それゆえ、だからなんだろう、クラシックちゃんとした勉強してる人は作れないんだけど、でもコードみたいな。ほうほう。ああ、なるほど。普通、ちゃんとまともに、まともにっていうか、普通に勉強してる人だったら、それはやっちゃいけないことっていうふうに、NG がかかってる部分に挑んでいって、それで響きとして、音として成立させたっていうことだよね。ちょっとすごくない？うん。もうちょっとこの曲は本当にポールの天才性が出すぎて、俺、イエスタデーでもすごいんじゃないかなと、この演奏という面で。うん。イエスタデーでもすごいんだけど、うん、音楽の構造、なんだろう、アンサンブルとして、うん、このベースがこうなるのはね、もうね、かなわねえなと思って。あなた何してんだよ、一体。いや、あの、とてもこのレベルまでに行くのはね、ポールレベルってやっぱり世界一のソングライターと言われるゆえんがやっぱそこなんですよね。あ、ソロになっても、ソロになっても世界一のソングライターだった。ソロになってからはちょっと浮き沈みがあるんですけど、うん、それでもやっぱりね、素晴らしい曲を書きますね、彼は。もう感覚としか言いようがないの、それって。それができるのって。謎な、なんでこれが出てきたのかがわかんないんだよね、本当に。あ、それぐらい。そうなんじゃないかって説がある
あるんですけど、うん、それ歌メロから引っ張ってきたんじゃないかって説があるんだけど、うん、にしてもっていうのがあるんだよね。ああ、一般的な考えではないわけだ。もう一般的に考えたらそこにはたどり着かないだろうっていうところなんだ、もう。やべえんだ。で、またね、詩の内容がまた素晴らしくてね。うん、このミッシェル・マイベル。マーベルってのがもう、マーベルってのは、うん、私の恋人って意味なんですけど、これフランス語ですね。マーベルって。あ、そうなんだ。そうそうそう。フランス語を使ってるんですね。うん、ミシェル・マイ・ベーソン、リヴォン・リヴォン、トゥ・ゲラ・ソン、これもフランス語ですね。テキュラ・ソン、うん、あ、なんか、ポールらしいね。オフランスを使ってくる、なんかそういう、おしゃれな感じ、うん、もう出てて、なかなか俺はこの曲がすごい好きだな、ミシェルは。すごいね。うん。詩の内容もね、うん、お願いだ、どうか分かってくれ。僕を大切に思ってくれ。その日が来るまで僕は祈る。君が早く気づいてくれるようにって、なんか、ちょっとまだひもてモードがね、ちょっと引っ張ってる感じがあって、うん、いいんですよね。うん、あとひもて好きね。俺も好きだけど。前回のひも、やりすぎたな。ああ、前回ね。はい、まあまあ、女優さんと付き合ったらそうなりますよ、男なんて。まあまあ、そうなっちゃうんで。うん。そうだよね。で、まあもう、そうですね。で、まあ最後の、まあ、ポールの曲なんですけど、もうこれもなんか、まあそう聞きやすいポップソングで、まあ、うん、これもなんかこうベースがくくぐんぐんこう。黒人音楽を意識したらちょっとグルービーな感じで、うん、アコギでやってたりするのかなって、うん、なんだろう、やっぱこの演奏もポールの声がやっぱ素晴らしくてね、うん、なんか一曲の中で声を使い分けるんですね。 I'm looking so you, where did you go? ってこうちょっと Where did you go? シャウト気味な、うん、で、サビになると My tell you where did you last you right? ってこうちょっと押された部分、曲の中でシャウトと押された部分をそのなんだろう曲の演出として使い分けてる。うん、ポールが結構歌唱法でも素晴らしい、なんか演出がついてきた感じがありますね。なんかすごく、このシャウトは聞きどころがありますね。なんかシャウトをサビで使わないんだね。そうそうそう。あえて最初の、うん、Where did you go? っていうのはこう、うん、ドタマに持ってることによって、つかみとして持ってきてるよね、シャウトを。ありますね。すごいんだよね、ポールが。あんまりいなくないですか、曲の中で、うん、そもそもいろんな引き出しを持ってる歌詞って少なくないですか。例えば、まあそうだね、うん、稲葉さんだったら稲葉さんじゃないですか、うん、ビーズの、うんうん、だからまあ小田和正さんだと小田さんですね。小田和、うん、だとまあそうそうそう、マイケル・ジャクソンはマイケル・ジャクソンだし、うん、あの人はちょっと使い分けてる部分はあるんだけど、でもポールはね、七色の声ぐらいからなんかいろいろ使い分けちゃうんですよ。なんかなんていうのか、曲によって声は色を使い分ける人はいろいろいるとは思うけど、曲の中で使い分けるやつはあんま見たことないかもなぁと思う。うん。どうしてもやっぱ自分の得意レンジで持っていきたい部分が出てきちゃうんですか、うん、使っても裏声とかだもんね、持ってきても、うん。うん。ポールはやっぱ曲、声、自分の歌を聴かせたわけじゃないんですよね。あくまでも曲を盛り上げるために声を使ってるっていう、あ、スタンスなのかなっていう。なるほど。歌専攻じゃなくて、曲専攻なんだ。クアリティ。歌をうまく聴かせたいわけではなく、うん、曲を引き立てるために演出として歌を歌う、演出として声色を変えるっていうのがポールのやり方なのかなと思ってるね。なるほど。演出としてのだ、歌詞もそんな感じってことだよね、多分そうなると、うんうん、そうだね、曲ありきですって。ああ、なるほど。あ、だから歌詞はあれなんだ、ちょっとエンタメ性の強い物語調なんだ、うんうん、だから一個、うん、曲に入り込ませるための、うん、なんていうのかな、装置になってるわけだよね。うん、その、人が入れ込みやすいような、好きになってくれるような装置になってて、うん、それが、だから曲に入り込めるような装置として、物語性の、エンタメ性強い歌詞っていうのを使ってるっていうことか。うん、頭いいな、おい。はぁ。はぁ。
すごいね。だってこの時のポールで23とかだよね。3、4ですね。3だね。3だ。プロデューサー優秀だった部分もあるかもしれないけど、でもやっぱそれでもそれに対応できる能力がすごいよね。うん、ベースにカポをしたのは彼初めてですね。あのギターにカポはあったんだけど、皆さん疑問に思われたかもしれないですけど、ビートルズ画像を見てると、ポール・マッカートニーのカポをしてる画像があるじゃないですか。うん。なんかカポ。あのこうやってベースってカポすんの？おそらくなんですけど、あれはジョージ・ハリスのイファニー・サマンって曲でやってるのかなと思ってて、イファニー・サマンっていうと、まあ、普通に歌うと、まあ、If I need someone to love, you're gonna life is sinking love. If I need someone to. とかあるんですけど、これでね、ポールのベースはね、こういう風に。こういう風に動いてるんですよ。これちょっと難しい。今僕がやってても難しいじゃないですか。てかあれだね。カポがちょっと、こう。動きがめんどくさいと。おそらくソウルはここにカポをして、こうやって、これやると開放でこれが鳴るんで、ってやってるのかなって謎を解きがありまして、これはぜひ疑問を持ってる方は手順の省略をやったんだ。じゃあそのカポを使って、なるほどね。そのライブでもやってるんで、そのライブがすごい忙しそうに手が動いてるんで、ぜひそれ見ていただけたら、あ、ポール大変そうだなみたいな感じですね。なるほど。いやー、というわけでナンバーソウルを語ってきたわけなんですけど、まあ、ジョン・レノンというのは歌詞の方ですごくもうだいぶもう自分のスタイルをもう大確立してますね。うん、でこれが1枚のアルバムの中に入ってんだよね。さっきそうです。大変お得でございます。お得です、本当に。でポール・マッカートニーはベースプレイヤーとしても作曲家としても本当にもう一流ミュージシャンになってしまって、さらにここから彼はどんな作品を作るのか楽しみな感じなんですけどね。すごいね。うん、俺今聞いてた印象だと、印象というかこれラバソル聞いた印象だと、やっぱり俺ポールの曲が結構好きなんだよね、聞いてるだけだと。でも人間的に言うとジョン・レノンの方がちょっと好きなんだよね今。だからそこが共存するのはすごいなと思う。そこが一つのなんてバンドの中に入ってるのがすごいな。本当に、誰もが乗れる部分がある。というわけでラバーソールを語っていたわけなんですが、次回はですね、そんな彼らがね、もうさらにスタジオ録音にこだわって実験を重ねて、リボルバーってアルバムを作ります。おお、リボルバー。このリボルバーが、ね、このリボルバーがもうね、本来のバンドが5年かけて成長するようなところを、このラバーソウルから、半年ぐらいかな、半年ぐらいでパッと。すいません、どんどん期間伸びてんすけど、あなた。すごいな。半年に1枚っていうのはずっと続けてるんだ。続けてるね。で、まあ、このリボルバーの進化がやばいんだ。ジョンの詩もだけど、ポールの曲もすげえし、演奏も素晴らしいし、録音技術がまず素晴らしい。全く、なんだろう、現代でもあまり聞けないような音がいっぱい入ってるのかな、再現できないような音が。音機材に無理をかけてやってる音もありまして、そういったところも解説していけたらなと思います。で、このリボルバーは、加山雄三さんが日本で初めて聞いたらしいですね。ビートルズ本人たちから手渡しされて、今度このアルバムを出すんだってリボルバーを渡されて、聞いて、どう思うって言われて、加山雄三が、どうもこうもなんだよ、異次元すぎる、もう今までのこれが出たら、もう世界の音楽、ポップスが変わってしまうぐらいの印象を受けたんですけど、すごいよねーって。どうしよう、全く似てない。すごいよね。いやいや、雄三さん、ちょっと釣り行ってる場合じゃないっすよ。どういう感じで、その革命的なリボルバーを次回語っていきます。次回もビートルズ楽しんでいこうぜ。アスタラビスタ、ベイベー。